Buenos tardes, amigos. どうも、PJLL のパロンです。さあ、今回はですね、昨年から何度となく更新をし、昨年じゃないですね、今年から、今年の年初から何度となく更新をし、そして全く叶うことのなかった内藤哲也ファンの俺得シナリオについてなんですが、まあ、正直ね、何もありません。もうね、あの内藤さんね、 G1 を2連覇できませんでしたので、まあ、正直ね、もう G1 を2連覇もできなかったし、まあ、ベルト持ちのケニーに負けてしまっているという時点で IWGP にはいけないし、まあ、正直ネバーとかね、内藤さんが作ったみたいなもんなんですけど、内藤さんが作ったネバーとかに今このトップ、まあ、今のポジションの時点でネバーに挑戦する、まあこれも正直考えづらいと考えるとですね、まあ、正直もう何もないですよ。まあ、US 行ってもいいとは思いますけど、まあ、ちょっと US に絡むストーリーがね、まあ、ちょっとね、ジュースに買ったことぐらいしかないので、まあ、それは何とも言えないんですけど、まあ、唯一ね、あるとすればなんですけど、まあ、おそらくですね、今年の 1.4 東京ドームで、ベルトを、あ、1.4 じゃなかったですね。大阪のドミニオンですね。で、ジェリコ内藤戦が行われて、クリス・ジェリコがインターコンチのチャンピオンになったということで、ベルトをそこでね、持ってかれて、負けたままになってますから、まあ、唯一あるとすれば、クリス・ジェリコとのリベンジマッチなのかなと。で、おそらくね、東京ドームなのかなというふうに思っております。はい、まあ、ただ次負けることはね、まあ、もしクリス・ジェリコとのリベンジマッチをやるとしてですよ、まあ、おそらく次負けることはちょっと考えづらいので、そうなってくるとですね、まあ勝つと思うんですよ。勝つと思うんですけど、もともとインターコンチのベルトは一番じゃないんでしょとね、内藤さん言ってました。はい、内藤さん。インターコンチのベルトは一番じゃないんでしょみたいなことを言ってましたからね、内藤さんね。ただ今更そのインターコンチのベルトをね、巻いたところでですよ、と思うわけですね。なのでね、そのジェリコに、まあ、これはまたしくも、またしても、その、新日本プロレスの、海外戦略の一環だとは思うんですけど、まあ、内藤さんを世界的なね、レスラーにするために、クリス・ジェリコに勝たせてですね、まあ、箔をつける、ということなのかなって思ったりもするんですけど、どうなんですかね。まあ僕はあんまね、なんか、まあいろんなプロレスのね、ブログ記事を読んだりとか、いろいろして、皆さんの意見だったり、ツイッターでの意見だったりとか見てますけど、どうなんですかね。その例えばね、その内藤哲也の人気とか、ロスイングベルナブレスでハポンの人気がすごすぎるので、まあその人気をね、分散したらいいんじゃないかということで、チラシ、まあ、人気を散らすって言ったりするんですけどね、まあ、それでその内藤選手以外を上げるっていうことを新日本プロレスはやってるんじゃないかっていう見方もあったりとか、まあ、するんですけど、まあそれはね、わからなくはないですが、でもこの1年間の間にですよ、もうね、もう簡単に言うとね、この
ナイトファンの俺得シナリオね、もう何もないってなるとなってしまったので、もうほぼ愚痴みたいになってしまうんですけど、その1年間の興行の中でなんですけど、その人気を散らすのであればですよ、その各重要な、なんていうんですかね、重要な試合とかあると思うんですよ。ニュージャパンカップがあってみたりとかいろいろすると思うんですけど、まあ、そこでね、なんていうんですか、各選手というか、各ユニットに必ず光が当たるみたいな、流れ欲しいなとは思うんですよね。まあ、そういう意味ではありましたけどね、ロスインゴはね、ベスト・オブ・ザ・スーパージュニアで高橋宏夢が優勝ってのがあったんで、それはあったんですけど、まあ、でもトップの人気を誇るこのロスインゴ・ベルナブレス・デ・ハポン、もうちょっとね、内藤さん、特に内藤さんにはもうちょっとね、チャンスがあってもいいんじゃないかなって思ったりするんですけどね。まあ、いかんせんこれはもう会社判断的な部分ありますからね。まあ、正直言うとね、ちょっとね、バレットクラブのね、なんていうんですか、まあ、ストーリーというんですかね、ドラマといいますか、寸劇といいますかね、まあ、ちょっと長すぎやしませんかと個人的にはね思っておるんですわ。はい、もうちょっとなんかねーってやるだ、もうこんだけ長く引っ張るんだったらね、もうちょっとやり終わったんじゃないかなと思うんですよね。結局その9月30日にアメリカ大会もやるし、まあ、7月7日のアメリカ大会もあり、9月30日のアメリカ大会があり、まあ、その後9月7日とかその辺でしたっけ、でオールインっていうまたケニーたちのアメリカのイベントがありみたいな状態だっていうことだと思うんですけど、であればさあみたいな、そのニュージャパンカップ後ぐらいになんかゴールデンラバーズ結成しますとか、そういう結成しますとかっていう感じでやってくれた方が良かったんじゃないかなっていう気がするんですけどね。まあ、ちょっとね、長いな、バレットクラブ、まあ、あとそのタマちゃんたちのねやつに関してもちょっと長いな、絡んできてバレットクラブ OG ですか。なのでまあこの後ね、面白いすごくドカーンって上がるようなシナリオなりなんなりがあるんであればね、それはもう長かったけど頑張ったねってなりますけど、まあちょっと長いな。なのでね、もう少し短くやってもらえればっていうふうに思います。なのでまあ内藤哲也ファンのね、俺得シナリオっていうことでは、まあドームで J リコートやって勝つぐらいかな。でまあとりあえずインターコンチのベルトを取って、まあもうステージ上でまたね、オラーっつってインターコンチのベルトを投げる、そんな感じですかね。まあ今のところはね、ちょっとこれぐらいしか思い浮かばないです。まあもうまた後ほどっていうか、またね、いろいろ流れが変わってくるようであればね、まあ僕がポンピコーンってまあひらめいたシナリオとか出てきたらね、まあぜひそれをご紹介したいなとは思いますので、まあ内藤哲也ファンの皆さん、ロスインゴベルナブレスファンの皆さん、そして新日本プロレスファンの皆さん、まあこの内藤哲也の今後の動向でご意見あると、ちょっと僕はこんな風に考えてるよなんて方いらっしゃったら、ぜひコメントしていただければと思います。はい、ということで、まあある意味内藤さんの僕の中でドカーンって上がる状態に今なってないので、まあ、今後下半期はね、ちょっと安心してっていうか、なんか気持ちがドカンドカンって上がるようなこと、浮き沈みがドカンドカンってあるようなことなくですね、なんか平穏無事に下半期の新日本プロレスは見れるのかなというふうには思っております。まあそれでは皆さん、またお会いしましょう。アスタルエゴアディオス。